はい。皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブビブ。今週も、また、始まりました。沖縄はもうぼちぼち梅雨が明けてくる頃じゃないかと思うんですが、今日はですね、我々、関東の方で、実はまあ関東ですね、実は今日6月19日なんですけども、まだ梅雨になってないっていう、ちょっと不思議な、気候ではあるんですけども、沖縄の皆さんに負けないぐらいの今日、すごく暑い方をお越しいただきましたので、今日その方の、お話しながら、番組は進めていきたいと思います。はい。で、今日はですね、私のですね、財務セミナーの、同期の仲間、私の目標としている方、エンタメ CFO と呼ばれている大竹康さんにお越しいただきました。大竹さん、今日お越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。大竹です。エンタメ CFO っていうご紹介ありがとうございます。いえいえいえ、その称号はすごく、ね、面白いですよね。こう、CFO でこう、とんがった印象があるので、後ほどその、ね、エンタメ CFO の依頼も含めて、じゃあ自己紹介のところでそれも触れてもらいましょうかね。じゃあ簡単に自己紹介と、じゃあ話の流れでエンタメ CFO の由来をちょっとお話しいただけると嬉しく思います。ははい。い。では自己紹介させてください。株式会社ソロンコンサルティングという中小企業の資金繰り、資金調達などをご支援する会社の、代表取締役をしております。大竹と申します。もともとはですね、金融機関で経理やってたんですよね。で、いろいろあって、その金融機関の中で違う部署に移動したんです。2013年に。おお、移そ動したらに、移動先でですね、今度、歌って踊れる経理マンが来るらしいよ、うちの部署にと。おお、なるほど。はい、私、趣味がギターで、弾き語りをして歌歌ったり、カラオケが好きだったんで、いろんなとこ歌ってたんですよね。なるほど、なるそれほど。がなんか、歌の好きな大竹っていうのが、尾ひれ、覇ひれがついて、歌って踊れる大竹、踊歌っれてる踊れる経理マンが今度、うちの部署来るぞっていうことで、はい、それをまあ省略して、エンタメ CFO ということでなでるすほど、なね、るほど、なるほど。はい、社内を盛り上げながら、資金繰りも良くなって、会社の業績も良くなるっていうお手伝いをするのが私の仕事ってことです。素晴らしい祝いですね。ありがとうございま実際す。に、もうね、踊ってらっしゃるイメージも、本当になんかこうイメージが湧きますよね。このアイドルグループのようにこう、ね、センターで踊って。今度、懇親会でもしよし、ご披露する場面があったら、ぜひぜひ、はい、みたいそうなとし思いまよう。すけど。はい、ぜひぜはあ。ひ。で、ね、大竹さんの今自己紹介いただいたんですけども、私は経理からまあスタートしたってことで、その経理から今この会社を起こす前のその思いだったりとか、その辺をちょっとなんかお話しいただけたらなと思うんですけども。ははい、ありがとうございまい。はす。私、サラリーマンを結構長くやってまして、もともと製造業の会社と金融機関で経理やってたんですよね。でも私、経理全然好きじゃなくてですね、私、喋ってる方が好きなんですよ。エンタメなだけあって。だけど、もう仕事だから、しょうがないし、もう一生懸命経理やってたんですけど、ある時を境にですね、もう決算書を作るのは、もうこれきりにしようと。だけど、決算書って使い方、ちゃんと読んでいくと、すごく会社の経営に役立つので、決算書を作るのではなく、それを使う仕事をしようと思って、実は金融機関で M&A という企業の買収、企業に投資する部署に移ったと。まあ、その時にエンタメ経理が来たっていう話になったんですけど、はい、それを突き詰めて、いくとですね、もっとこれできることがあるなと。いうふうにずっと思ってて、で、コロナで、2020年にいろんな仕事が金融機関でストップすると同時に、私ももともともっと中小企業の経営支援したいなってずっと思ってたんで、それで思い切って金融機関を辞めてですね、そうでし中た小か。企業のご支援にすごく定評のある会計事務所に転職をなしるほたど、なんるほど。ですね。そこで実際に中小企業のご支援したら、めちゃめちゃ面白くてやりがいを感じて、はい、もうこれは、残りの人生はこれに使おうと、年がいもなくですね、勢いづいてしまって、2022年の春にこの会社を作って、人脈もゼロ、営業経験もゼロだけど、やる気マックスということで起業したと こういうことなんですよね。はい。そうでしたか。人はい。脈ゼロ、営はい。業ゼロ、やる気マックス。やる気マックス。はい。
いや、そんなね、大竹さんも私もちょっと横で見てたんですけども、その行動力ね、この何というのか、この素晴らしいものがあるなと、まあ、皆さんね、素晴らしい、素晴らしいと、何が素晴らしいかというと、予定が取れないんですよね。と大竹さんとワンワンするのに、2ヶ月先にもう全部予定が回ってて、それだけアポが入ってたっていうね、このアカデミー入られて、まあ、同期なんですけど、もういきなりこう、大量行動、まっしぐらという。またはスーパーね、ミスターデリーファイエムっていう言い方をね、皆さんしてるんですけど、まあ、それをこうね、体現化された方っていうことでね。うん、ありがとうございます。まあ、本当にゼロからスタートだった。だし、最初本当に大量行動するまでって、いろいろな、まあ、なんだろう、そんなことして失敗しちゃったらかっこ悪いなとかいろいろあったんですけど、もう、しのぶの、生活ちゃんと成り立たせないと、一応ですね、受験を控えてる子供も、二人ほどいましたので、生活費稼げないと、まずいっていうのもあってですね、とにかく動くことにしたんですよね。で、起業してから営業にすごい苦手が意識があったんで、どうしようかなって思ってたんですけど、3ヶ月ぐらい実は何もできなくて、家でゴロゴロ YouTube 見ながら、そうだったんですか過ごしてる時期はあって、でもね、忘れられない動画が1個あって、はい、何でしょうか。だね、ホリエモン、堀江貴文さんの動画だったんですよね。はいはい、いくつか印象的なものがあって、そのうち1つは、とにかく動くんだよっていうわけですよ。情報なんかネットでいくらでも取れるんだと。知ってるかどうかなんて何の差も生まないと。知った上で行動できるやつが差を作るんだっていうこと。で、それから彼は続けるわけですよ、はいはい。失敗とか恥ずかしがってんじゃねえよって。あなたの失敗を覚えてる人はいないですよ。あなた以外にっていうわけです。自分はすごい気にしてるけど、自分が何かして失敗したことなんて、周りの人はあなたに興味あるわけないんだから忘れちゃうと。さっさと動きなさいって。ああ、そうだよなーっつって。確かに確かにとにかく思いついたことを全部やろうっていうのが、なんかそういう行動のきっかけだったのかなっていうふうに思いますよね。あ、そうだったんですね。はい、じゃあ、もう、堀江門さんのごとく、まあ、堀江門さんというとね、結構ね、やっぱりいろいろこう、ね、若い時からね、様々動くされてましたけども。そうですね。うん。まあ、今もね、結構精力ね、動かれたりしますけども、まさしく、まあ、年も近いですもんね。堀江門さん、ね。そうですね。はい。はい。まあ、じゃあね、大竹さんとね、近いですし、そのね、やっぱりこう、動きを見てて、まあ、私も、ちょっとこの方を感じてやってみようかな、なんて思いながら、こう、逐次、まあ、追ってたわけじゃないんですけど、まあ、たまたま地元も近いし、うん、まあ、たまたまこう、結構話す機会もあったんで、こうね、最初の飲み会、こうね、いきなりこう、4人で行けますって言って、あ、これチャンスだなと思って、ちょっと私遅れて行っちゃったんですけど、まあでもあれはね、良かったなってこう、改めて、ね、八重洲のね、どこかですよね。そうですね。はい。結構の楽しかったですね、あの時もね。そうですね。うん、初めてリアルで、はい。やっぱリアルで会うといいなと思いましたよね。あ、そうですね。そうですよね。まあ、それから私はもう長谷さんに教えてもらったばっかりな気がしますけど。いや、全然全然そんなことないですけど。いやいや、まあ、お互いこうね、こうステップアップしていったっていうのがね、あとは思うんですけども、ね、まあ、多分ね、これアカデミーの方も聞いてると思うので、なんか話せる範囲でそのアカデミーのなんか感想とか、もうなんかせっかくなんでね、なんかお話しいただけると嬉しいなとは思うんですけども。ありがとうございます。そうですよね。はい、あ、そう、はい、私の直哉さんが一緒にね、はい、学んだその中小企業向けの財務のご支援のアカデミー、はい、あれ、そうですね、やっぱり今振り返っても、すごくいいなと思うことがいっぱいあったなって、私自身はサラリーマンの時にその中小企業のご支援をしていたので、支援することについては自信があったんですよね。ただ営業の仕方が分かんない。でもこの営業の仕方についてもすごくいいアドバイスがたくさんあったし、それより前にまず何がいいかっていうと、一番最初にやるのがですね、心構えを教えてくれるんですよね。なんか心構えっていうと、なんかね、精神論的な感じに聞こえるかもしれないですけど、あれ今振り返ってもめちゃめちゃいいんですよ。何が一番いいかっていうと、やっぱりご支援をする、コンサルをやるっていうと、何かこう、さっきも話した通り、知識がなきゃいけない、スキルがなきゃいけないっていうふうにみんな思いがちなんですけど、そうじゃないよっていうのを一番最初に教わるんですよ。何が大事かっていうのは、経営者マインドを持つことだって。はいはい、圧倒的な当事者意識があるからこそ、当事者意識の塊で起業した人のご支援ができるんですよ。これその後、はい、今、いろいろあって15社から20社ぐらいご支援してると思うんですけど、素晴らしい。長谷さんほどじゃないですけどね。でも、本当にこれは思います。本当にこれは思う。
そうじゃない人がたくさんいるんですよ、実際に世の中に。だから我々の存在価値があるんだし、この人の話聞いてみようかなってなる人。やっぱそれはまず一番大きいなと思うし、営業ゼロからでも、こういうふうに、とにかく大量行動が必要っていうのもそうだし、具体的にこういうふうに行動していくと成果につながるよっていうことも教えていただけるし、あと実際に自分で、まあ、できてるよねって思っていたような、その実際の資金繰りのご支援とか、そういったところについても、感覚でやってたところが、ちゃんと言語化されていて整理されてるんで、すごくその後やっぱりやりやすくなったっていうのもあります。なるほど。ああ、やっぱりすごい大きいターニングポイントだったなっていうのは感じますよね。ああ、そうですか、うん。いや、さっきのね、エンタメ CFO の由来から聞くと、その営業力が、ね、あのゼロっていうのはすごく意外な、ね、印象をね、すごく思ってるんですけど、はい、まあ、それは私の勝手な解釈だったのかもしれないですけど、ね、やったことない人が。そうかもしれませんね。そうね、そうそうそう。だけど、結局、サラリーマンやってても、どこの部署にいても一緒なんですよ、うん。目の前の人が何に困ってるのか、それをどうやったら自分で助けられるのか、うん、自分じゃなかったら、どういう人をご紹介したら、目の前の問題が解決するのか、とか、目の前の人を喜んでくれるのか、もう全部これなので。で、あともう一個大事なことが、目の前の方がおっしゃってる問題が本当の問題じゃないかもしれないっていうこと。はいはい、そこをもっと掘っていって、究極今、解決しなくちゃいけないの、これですよねっていうコミュニケーションが取れるかどうか。それって、はい、会社組織にいても、はい、何の仕事をしてても結局一緒なので、それが成果につながる。それしっかりで言語化されてるんで、改めて。そうですよね。さっきね、話した解釈もね、社長の持っていることが、実は、その人のね、まあ、解釈だったりすることは結構ありますからね。まあ、私もそうなんですけどね、未だに。はい。それどうやって、こうね、事実を見極めていくのもね、大事ですし。と話してていいね、ギブをされてるのがね、この番組、ギブギブギブって番組なんですけど、まさしくギブをされてるってところは、先ほどね、ちょっと話の合間に、こう、この相手の方にどうやって貢献するのかっていう、まあ、しっかり聞いて、まあ、傾聴ですよね。そうですね、うん。なんかね、マインドをちょっとポロポロ話しちゃってあれですけど。そうですね。でも、多分いろんな方が意識せずにやってることなんじゃないかなと思うんですけど、とにかくやっぱり人に会うことって重要だと思うんですよ。うん、はい、で、はい、真摯に、はい、この方どういう方なんだろうなっていうのはやっぱり気になるので、いろいろお話をお伺いをする。ね、もし何かあれば、ズームでちょっと時間いただいて、どういうことをされてらっしゃるのかとか、何かお役に立てることがあるのかとか、どういう方とつながるとこの方、はい、喜ばれるのかなとかっていうのを、まあ、何もない状態で起業したらやっぱり聞いていくと、これ溜まっていくとですね、あの人とこの人つなげたら、そこ喜ぶんじゃないかなとか、自分の知ってる人の中で、もともと、例えばサラリーマンやった時の、こういう人、こういう強みある人とつないだら、やっぱり出てくるので、それひたすらやると、それが目の前で何か自分のお金になるかどうかっていうのは、割とどうでもよくてですね、とにかく、誰かの役に立つっていうことをやってれば、わらしべ長者みたいになっていくんじゃないかなっていう気は。しますけどね。いや、本当そうですよね。こう興味持って聞くっていうのは大事ですよね。うん、そうなんですよね。昨日も経営者の方8人ぐらいで食事会したんですけど、はいはいはい、事前に皆さん、大竹さんってどういう方とつながられたら、はいはいはい、嬉しいですかって聞いてくださるんですよね。あ、その方々だった。お互いやっぱりね、さっきもちょっと直哉さんとお話ししたんですけど、本当に、普通のサラリーマンから、はい、日本一のスタイリストになった人っていう人と、はい、昨日お食事をする中でもう自然に聞いてきますよ。どういう方とって。やっぱり目の前の方になんかね、誠実な興味を寄せるっていうのは結構大きいんじゃないかなっていうことと、あとその人3年で1000回ぐらい交流会やったって言ってましたが、圧倒的な行動量っていうのがやっぱ物を言うなと改めて感じましたよね。なんかその方すごい方のね、スタイリストにもね、なってね。まあそう、ちょっとね、はい、あんまり詳しくてあれなんですけど、本当に誰が見ても日本一と、名刺見てびっくりしますか、はい、って、これなんでこんなキーワード入ってるんですかって。ねえ、フックになるっていうとあれですけど、でもそこまでするには、すごいやっぱり大量行動があったんじゃないかなって。そうですよね、うん、大量行動と時間の投資、場合によっては、未然に切ることもたくさんあったでしょうし。はい、はい、と思いますよね。そうですね。うん、
まあ、投資しなければ来ないですからね。動くそのうもです投ね。資、まあ、お金つく、まあ、投資、まあ、まあ、投資なんでしょうね。動き、そう投です資、いろいね。ろね、ありますけど。はだから先に何かを出さないと入ってこないのい。はい。そうで、ですよね。まあ私なんか起業した時は何も、まあ、信用とかなかったので、別に資格持ってるわけじゃないですし、なので、自分の時間だったりとかをもうご提供するしかないわけですよね。それどうやって使って、目の前の方に、この人と一緒にいてよかったなって思ってもらえるか、それがなんか入り口だった気がしますね。ご自身がね、起業を起こされたから、まさしくそのね、スタートゼロからやったから、まさしくその経営者のね、やっぱり考えとかが、やっぱりこう、わかるからこそ、今ね、15、6件取れてるって話は出てましたけども、そのね、やっぱ経験がやっぱ生きてらっしゃるのかな、というふうに、思いますそうね。ですね。ありがとうございます。そうですね。ね、もっとね、これからもどんどん件数がね、いきそうなね、そうですね。感じはね、しますけども、もっといろいろ、本当ね、一人で食える分ぐらいお客様が できればいいなと思ってたんですけど、だんだん軌道に乗ってくると、なんか欲が出てくるっていうのもありますよね。まあ、まさにね、現状維持でとどまらずに、まあ、先を見据えて、まあ、動いていくっていう、まさしく、実はこの、千代さんの方、またはこの YouTube ご覧になっている方、ところどころ我々が学んだ財務セミナーマインドが、キーワードとして出てますので、もし、その赤い方聞いてたら笑ってください。そうなんですよね。だんだん、なんかだんだん道筋ができてきたなと思うと、これ私自身も、お客様にお話しすることなんですけど、現状維持は衰退ですよってなるわけですよ。こそのうでますまでいいね。なと思った瞬間、衰退が始まると思うと、止まれなくなるんですよね。そうですね。そうなんです。そうやってやってるうちに、だんだんおかげさまでお客様も増えてくるし、ただ、この前4月ですかね、私半そう月ぐそらい体調悪くて、う。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。やっぱ一人でやってるって怖いなって思いました。いろんな方にご迷惑かけて。なるほど、そうだったんですよその時ね。は、お腹の調子が悪かったんで、何もああ、食べなければ大丈夫なんで。時折カロリーメイトをかじりながら そうだったんですね。仕事、1週間ぐらい仕事したんですけど、これ何かあった時本当大変だなと思うと、ちょっと一人でっていうのも、当初思ってたよりも、やっぱ責任が生じてきてるので、うまくないなっていう気がしてきてますよね。そんなところから、じゃあ、人をこう、やっぱりどなたかをこう、お手伝いする方を探したいとか、いう、まあ、なんかきっかけになったっていうところもあるんですかね。そうですね。私自身がずっと、本当はいつか、経営者になれたらなって心のどっかで思う程度で、現実的じゃないじゃんと思いながらサラリーマンやってて、で結局、辞めていろいろあって、ここまで、一応生活できるようになったっていうことを考えるとですね、やっぱり辞めてよかったなって思うんですよ。当時は想像もしなかった世界が すごい広がっていて、何が一番嬉しいかっていうと、自分でやったことで直接誰かが喜んでくれるって、このダイレクト感が私はめちゃめちゃ嬉しいわけなんですそうね。ですよね。これが金融機関とか大きい組織でやってると、みんなで分業するので、このダイレクト感がまずないっていうことと、このまま、なんだろうな、大きい組織にいると、なんか組織の方向と自分の思うことってずれることっていっぱいあると思うんですよ。そういう人ばっかなんじゃないかなって。確かに。だけど違う人生の選択肢がどんどん見つからなくなる。気がつけば背負うもの増えるじゃないですか。家買いました、住宅ローンとかね。子供が生まれてとか、自分だけじゃなくなってくるので、違うオプション試したくたって、なかなかその勇気も持てない。だけど、なんか、こういう人生もあるんだよっていうことを知ったら、興味持ってくれる人いるんじゃないかなと思うし、そういう方の、24時間が必要なわけではなくて、そういう方の月に数時間だけでもいただければ、私が見ている世界って、体験していただけると思うし、どれだけ、喜んでもらえるかっていうことも、実感していただけるんじゃないかと思うんですよ。今、副業がね、もう大企業も終身雇用とか言ってられませんよって言ってるんで、副業して、副業解禁。言い方を変えると、自分たちである程度生計立ててくださいよねっていうことじゃないですか。であれば、いろいろな方がご苦労されて40代ぐらいまでに身につけたスキルを、
私のお客様に提供することができて、どれだけ喜ばれるかっていうのをですね、体験していただけると、働くのって面白いな、思ったよりって感じるんじゃないかなという気がしてるんですよね。そうですよね。そう、なので、ワークライフバランスっていう言葉が、私は実はあんま好きじゃないんですよ。はい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 。なんか、ワークがまるで罰ゲームみたいになっちゃってるじゃないですか。そうですよね。だけど、ワークアズライフでいいじゃないですかと。いや、働くことがそのまま、生活の一部になってる。いや、そうですね。その方が多分、人生いい循環で回っていくんじゃないかなっていうふうに思ってるし、私も今すごいそれを感じてるんですよね。だからそのお金云々っていうことよりも、やっぱ自分がこういうふうに、誰かと関われるといいなって思ってて、それが実現できてるっていう状況がすごい嬉しいなと思うし、ありがたいなと思うので、素晴らしいですなんかね。そういうのを体験していただける場にうちの会社がなると。その結果なんか規模が大きくなっていくっていうのが一番理想かなって今、そういう青臭いことを50点前で思ってるってことなんですよね。まさしくこう、でも、止められないですね。いやー そうなんです。結局止まれなくなっちゃって、もうなんか それ一大事人でな。週4働ければいいんじゃないって思ってたのに全然変わっちゃってるんですよでもね。そうなりますよね。最初ね、週3日、4日で思ってたそうのが、気がついなたんら、で月2すよ。日ぐらいしか休んでないんじゃないかってね。そうなっちゃってて、ででも、スもトレスないです本ね。当、いろんな方と、それこそ体力行動をして、いろいろな方とお話ししてるうちに、いろんな視点が入ってくる。で、自分で最初からこうあるべきだって、決めないことにしてるんですよ、私。いろんな人に会う。頼まれ事は一旦引き受けようと思ってるし。よほどのことがないと断らないって、ずっと2年ぐらいそれでやってくると、いろんな機会に恵まれて、その都度自分の価値観とか思い込みが変わっていく。あ、こういう考え方もあるんだ。この仕事を引き受けて、最初はめんどくさいと思ったけど、意外に発見あるなとか、そういうことやってるうちにだんだん変わってきちゃったんですよね。いやー、すごいね、いいお話をね、聞かせて。いやー、改めて大竹さんの素晴らしさ、良さを、今更ながら実感したところがあるんですけども、少しちょっと話もあったと思うんですけど、じゃあその3年後、どんな姿になってると、大竹さん自身は良かったりしますか？ありがとうございます。まあそうですね、社員なのか、ビジネスパートナーという形なのか、やっぱり10人ぐらい私と一緒に仕事してくれる仲間が欲しいなって思ってるというのは一つおお、あり10ます年。ね。で、今私は、その財務っていう面でのご支援をしてるんですけど、今私の会社で何が起きているかっていうとですね、もう財務だけじゃなくて、もうその会社さんに入って、社員さんと一緒に、その会社の中を良くするための定期的なミーティングをやったりとか、利益の会議やったり、在庫発注の会議やったり、そこの仕組み作りまで入ってやってるので、そういう仲間と一緒に、今度はご支援先の社員さんの仕事に意味を作るっていうのをやりたいんですよ。やらされ事じゃなくて、今会社がこういう状況で、ここが一番会社を伸ばすために変えなきゃいけないところ、そこにみんなで知恵出しましょうよっていう感じで、ちょっとご支援先の社内も盛り上げていくことで、まあ、うちの会社もそうだし、ご支援先の会社の、社員さんにも仕事のやりがい、ワークライフバランスじゃなくて 罰ゲームじゃなくて、やることで自分も満たされるみたいな、環境づくりしていきたいなと。それが、10社、20社、30社って増えていくこと。数字だけじゃなくて、中身はやっぱり大事なので、そういうことを含めて、まあ、30社ほどご支援先が、その時あればいいなって、いうふうに思いますいやね。素晴らしい目標ですね。もうすぐなんか達成できそうな、ね、気がしますね。もういっぱい動かれてますから、もいう。やー、そうなるといいんですけど またいね。ろんな方もまたね、紹介もさせていただこうと思いますし、そうなんもうです。私のね、目まあ、標にね、ええ、そうなんです。やりたいなと、改めてこう、いやー、もう誓っ長たさん次も第目で。標に私も頑張ろうかなと思ってるとじゃあ、ころおで互いす。目標にしましょうか。そうですね。そんなね、話をしてたら、実はですね、早いもので、もう、ぼちぼち時間が、早来いですめちゃね。めちゃ早いんですよ、これ。早いですもうね。最初の5分は、あれ？まだ5分かって思うんですけど、実はこう、一気に加速的にあっという間にこう、時間が経っちゃうんですよね。あそっこといでう間ミでスしたは、ね。そうで、感じまして。なので、最後、これだけは言いたいっていう一言を言って、この番組を締めたいと思いますので、何か最後に言い残したことをバシッと言ってもらえると、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ですね、私、資金繰りのご支援してて一番感じるのはですね、中小企業の経営者の方、これ聞いてたら、これだけ覚えておいてほしいんですけど、業績と資金繰りは連動しません。業績が良くなったら資金繰り悪くなることが多いんですよ。逆に業績を良くしようと思ったら、業績を上げる前に資金を用意するっていうことが大事。ここが理解できてないとビジネスなかなかうまくいかなくなっちゃうので、ぜひこれを覚えていただければ、あとはそれをご支援してくれる人が隣にいたら、きっとその経営者さんが理想としている未来ってどんどん近づいてくると思うので、これだけ覚えておいていただければと思います。以上です。ありがとうございます。これ、宜野湾で流れてます。宜野湾の経営者の方、またこれ、全国で YouTube 流れてます。で、全国の経営者の方、大竹さんは埼玉の新座ってところでやってますけど、全国どこでも問いますので、はい。ぜひとも大木さんでお問い合わせいただけると幸いでございます。い。はい、ありがとう今日ございはま大竹す。さんの思いと強い思いを聞かせていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございましまた大竹た。さん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いしまじゃあ、す。番組はここで終わらせになります。ありがとうございましありがた。とうございました。失礼はしい、すいません。ま失す。礼します。